いそうなイカだ。一人ぼっちで岸にいるけど、もう少しで行けるね。あら、クマじゃない？ってことは、たくま先生もここに？あれ、その体は、血！そんな、何かの間違いでしょ、きっと。ダメよ、絶対。愛子さんとの約束は破れない。でもやっぱりダメ、助けないと。愛子さんならきっと分かってくれる。教えて、たくま先生はどこ？さあ、たくま先生よ、分かるでしょ。そうよ、いい顔な子ね。血がわしをここへ呼び寄せるか。もう十分生きたということかの。ねえ、たくま先生。あ、ユキちゃん、お主一人か？はい、クマについてきたの。他の人は来られなかったけど、何があったの？暗黒と恐怖じゃ。反乱者は農民を殺傷しておる。ほとんどもう死んでしもうた。無限は助けようとはしたのじゃが、投獄されてしもうた。尋問されて、おそらくすぐに処刑されるじゃろう。そんな、助けないと。無理じゃよ、ユキちゃん。そのような力はありゃせん。やってみなきゃ。だって仲間よ。見捨てるなんてできない。若い心じゃの。よし、わかったわい、ユキちゃん。もし助けられなければ目的もまた死ぬ。進むほかないということじゃの。水たまりを通っちゃちゃんと巻いてるわ。動くのもよかろう。やめて。クマ、聞いておくれ。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。あと少しだから。吠えろ。早く。よくやった。私のよ、今よ。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞ。え、いい場所だわ。鳥の声。捕まんないわよ。死ぬの。アナさん、起きてね。
メロディー、行こうよ。嫌なサプライズ。影を見たぞ、探せ。床が泥だらけ。水たまりを通っちゃダメ。私ならできる。私のよ。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。手元を、よし。その足が欲しいわ。早くて、強くて。しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているか、わかるかの？全然わからないよ。謎謎だね。でも、今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ、急ごう。床が泥だらけ。あ、クマは？よし、行くんじゃ。引くんじゃ。以前なら大したことではなかったんだ。はい、誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、こっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。水たまりは音がするでしょ。止まれ、出番じゃ。床が泥だらけ。素早く、鋭く。素早く、鋭く。
今よ。水たまりを通っちゃダメ。水たまりはおとりの声。見えないでしょ。ちゃんと巻いてるわ。悪魔も獣じゃ。お母さんみたい。ん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。私ならできる。床が泥だらけ。素早く。うん、早く。私は捕まんないわよ。あと少しだから、ちょっと待ってね。へっ。我らの方をどうやって。水たまりを通っちゃ、しっかり動いてるわ。それともバッメロディー。でも隠れて行くわよ。すれば切腹ぐらい。貴様、我らの仕事を様に立ち向かい。お侍さんがいたわ。見張られておるの。闇の中を。尋問書を二人で片付けるんじゃ。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。我らのことをどうやって。お侍さん、とってもいい人だから。こそこそのメロディー。素早く。わざわざ行くの面倒だ。茂みに隠れているのか。任せて。素早く、鋭く。水たまりは音がするでしょ。将軍の兄弟。マナさん、起きてね。嫌なサプライズ。鳥の声。すれば切腹ぐらい。貴様は本当にお子様に立ち向かえるとでも思っている。床が泥だらけ。私は捕まんないわよ。ちょっと待ってね。水たまりを通っちゃダメ。手に入れたわ。貴様一人、それともバッグ。近くにでも隠れ。ちゃんと巻いてるわ。メロディー、行くわよ。私ならできる。将軍の兄弟、何か知っている。私のよ。
は切腹ぐらい。うん、早く。見えないでか。小刀さん、起きてよ。膝はつく、首はぐさ。今よ。息切れにするまでにはすぐに。水たまりは音がするでしょ。足を使うかのう。来ておる、来ておる。位置にもう弾がないんじゃ。やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。向かっているぞ。彼らは必要とされている。上様のために。急ぐぞ。私ならできる。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。素早く。今よ。こそこそのメロディー。俺の仕事だ。素早く、鋭く。あと少しだから。膝はつく、私は捕まんないわよ。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。見えないでしょ。小刀さん、起きて。ちょっと待ってね。すでに濡れてしまった。刀を使わねば。取り戻しましたぞ。なれば、いざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。直ちに。戦略だ。失敗は許されない。急がねば。いい思い出だ。直ちにそこに向かう。オッケー。
酒かい。我慢できんだろ。するか。酒に飲まれよ。失敗は許されない。よいか。雨ごときで我々を阻むことはできる。直ちにそこに。水たまりに気をつけろ。素早く、鋭く。直ちに。向かっているぞ。一撃。骨のある敵だ。命運。雨は気にせんぞ。良き導きじゃ。雨はわしを止められんじゃろう。年には勝てない。妹を狂わすなよ。降伏すべきだ。ああ、すぐに行くわい。ネズミの歯。あと少しだから。私ならできる。水たまりは音がするでしょ。足が濡れるかもしれん。足を使うか。朝になるときついじゃろうな。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。
上様のために。愛子殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ、大将を追ってる。うわ、私昇る様への伝言があったのに、駒を見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なればその責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。泥の中を前進。位置に着いたわい。ひどい、俺たち決闘。心配なさんな。急がれば。嘘とし解放いたそう。反逆者を撃ち、話をしてみましょうぞ。殺しに来る。急ぐぞ。失敗は許されない。はあ、酒か。報告すべきだった。こんなとこに我慢できんだろう。酒に飲まれよ。あとで乾かせばよい。我らは必要。立ち風、向かっているぞ。急ぐ。ひどい。多山一殺。水たまりに気をつけろ。拙者にはできん。殺しに来る。名誉のために。泥の中を前進。急がねば。すべきだった。もうないぞ。上様のための刃。誰か、直ちにそこに向かう。良い戦略だ。後で乾かせばよい。雨ごとき一撃。名誉と共に死ぬがよい。今よ、素早く。行こうよ。道がないぞ。下、気をつけて。直ちに。上様のための刃。恐ろしや。骨のある敵だ。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。あなた、あのお方たちが追い払ってくれたのよ。かの者は死なぬ、信じるのだ。ではついて参られよ。ついていきます。泥の中を。うん、水たまりを通っちゃダメ。
急がねば。ありがとうございます。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。すでに解放しております。ついて参られよ。皆で脱出する。ついていきます。雨は気にせんぞ。これほどのご親切になんとお礼を言ったらいいのか。まだ安心はできませぬぞ。あなた様がいなければすでに死んでおりました。上様は民を見捨てはせぬ。それを皆に伝えられよ。戻りました。どうやら。待て、何かおかしいぞ。みんな道を塞げ。偵察が巡回から戻ってきたようだ。みんな距離を取られよ。ほーれ、戻ってくると言ったじゃろ。足が痒くなってきおったわい。みんなもうすぐよ。あと少し。素早く、鋭く、素早く。見えないでしょ。私は捕まんないわよ。私ならできる。水たまりは音がするでしょ。オッケが泥だらけ。水たまりは音がするでしょ。朝になるときついじゃろうな。足が濡れるかもしれん。来ておる、来ておる。良いじゃろう。以前なら大したことではなかったんじゃ。雨はわしを止められんじゃろう。老骨にしみるの。年には勝てんわい。
ああ、すぐに行くわい。動くのがよかろう。手元を狂わすなよ。足を使うかの。やったぞい。床が泥だらけ。クマは行け。水たまりを通鳥の声。うんうん、しっかり動いてるわ。嫌なサプライズ。クマ、聞いておくれ。出番じゃ。引きつけるんじゃ。さあ、よし、行くんじゃ。気を引くんじゃ。好奇心旺盛だな。こそこそのメロディ。うん、早く。十分じゃ。はい。メロディ、行くわよ。あと少しだから。そうだな。アナさん、起きてね。鳥の声。手に入れたわ、素早く。しる、こそこそのメロディ。オッケー、メロディ、行くわよ。ちゃんと巻いてるわ。こそこそのメロディ。嫌なサプライズ。これだ。私のよ。うん、位置についたわい。雨は気にせんぞ。はい、ここよ。床が泥だらけ。ちょっと待ってね。叫び。疲労がするの。はい、今よ。水たまりをとバーン。素早く。手元を狂わすなよ。心配なさんな。なった。一発しかないわ。やったぞい。注意して。ここは危険ね。死が見ておるぞ。いい経路がある。我らの運命は我らが決める。気をつけるんじゃ。ああ、急ぐべきじゃ。朝になるときついじゃろうな。みんな、無事か。はい、ありがとうございます。お侍様、本当にありがとうございます。みんな、この勇敢な娘にも感謝せねばなりますまい。名はユキ。この娘なくしては生きて帰るなど到底なし得ぬことであったがゆえ。え、そんなんじゃ。あなたのおかげです、ユキ様。いつかこのご恩必ず返します。あ、
その、どういたしまして。では参りましょう。他の反乱者が来ては困りますゆえ。どこへ連れて行ってくださるのですか。我らは昇様の野営と参る。お主たちはことが済むまで避難所にいるのが良いだろう。よくやったのう、ゆきちゃん。ありがとうございます、たくま先生。